ゆっくりね、改革なんていうのはゆっくりやるもんですよ。6年前に僕この大阪で、ね、大阪の摂津市っていうところでね、あ、はい、どうぞ、はい、大阪の摂津市のところでこの NHK からこを作ったんですよ。で、NHK 辞めたのがもう14年前です。政党を作ったのが6年前。NHK との裁判をやったのもこの大阪。大阪の高等裁判所の裁判官にね、まあ立花さんの言うことはね、一理ありますよって言われるんですよ。言われたんです。僕が最初に NHK と裁判したのは、BS 放送はスクランブルするべきでしょうっていうのをやりました。地上放送は、公共性公益性のある番組をやってるからそれはわかるけど、 NHK の衛星放送なんていうのはアメリカの野球とか外国の映画とかもうおおよそ公共放送の番組とは思えないから、これはお金を払わない人にはスクランブルするべきでしょっていう訴えをしたのがもう11年前かな。で、裁判官にこう言われました。立花さんの言ってることはね、一定の合理性はあります。でも裁判所というのは著しく合理性を欠いていなければ立法府、つまり国会議員が決めたことをひっくり返すことはしませんって言われたんです。なるほどねと思ったので、僕がその判決を聞いて応援したのが民主党ですよ。10年前、あのね、菅直人さんとか小沢一郎さんとか野田総理ね、野田さんとか鳩山さんが、総理大臣をしたあの民主党を応援しましたが、まあ、民主党は NHK と戦うこともしませんでした。ご存知の通りです。まあ、あの政党は本当に潰した方がいいですけどね、超大嘘つきでしたから。で、その後民主党政権が終わって、今度ね、大阪ではもちろん皆さんご存知、橋下徹さんに会いに行きました。大阪市役所まで。で、橋下徹さんに2度ほど大阪市役所でフリーランスのジャーナリストとしてインタビューっていうか質問したんですけども、あの橋下徹さんですら NHK のスクランブル放送は今のところやらないとおっしゃったんですよ。橋下さんがやらないと言ったから、まあ仕方ないから自分で政党を立ち上げようという思いで作ったのがこの NHK から国民を守る党です。だから政党を作るまでに NHK を辞めてから何年かかったんだ、8年かかってます。 NHK をぶっ壊すって決めて NHK を辞めてから政党を作るまでに実は8年もかかってます。ね、6年前にこの大阪府の摂津市っていうところで産声を上げたんですが、なぜ摂津市なのかって言ったら、そこで選挙があったからです。6年前の9月に大阪府の摂津市で選挙があったから摂津に行っただけです。ただこの選挙はボロボロに負けました。もうね、びっくりするぐらい票が入りませんでした。700票いるところが300票しか入らなかったんですよ。800ぐらいいるのかな。なんせ半分も入らなかったんですよ。当選に達するまでの、と思いましたよ。この国の国民は NHK にそんなに怒ってないんだと思いましたよ。300票しか入りませんでしたからね。でも僕はもちろんそんなことでは諦めません。諦めなかったです。大阪はね、やっぱり維新の会が強いから、ほらダメだということで東京に行きました。もう5年前ですけども、東京都の町田市ってところに行ったんですが、ここでまあ NHK の嫌がらせが入りまして、あの家宅捜索ってね、弁護士法違反だっていうことで、東京のね、警察が10人ぐらい刑事が来て、パソコンから通帳から全部持っていかれまして、弁護士法違反っていうことで、もう何の書類もなく、パソコンもなくね、東京の町田で選挙しました。もうね、警察が来て家宅捜索なんかされると心が折れるんですよね。パソコンもないしカメラがなかったら仕事できないでしょ。
そんな状態で町田の選挙、選挙だけはしました。刑事さん結構優しかったです。もちろん勝てませんでした。東京でもダメ。もうね。でもどうしようかなと思いながら、まあコツ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 とね、撃退シールド配布をし、NHK の相談の電話はその時からもずっと受けてました。そうするとね、5000円、1000円、1万円、お金を振り込んでくれる人がいるんですよ。通帳を記帳するためにね、はぁ、飯食える。もうそんな思いです。3日、2日ぐらいしか飯食ってなかった、その時。たった5年前ですよ。たった5年前、僕もね、3日、2日ぐらいしか飯食ってなかったんですよ。で、町田の駅に行って、通帳を記載して、お金が入ってる、もう1万円なんて入金があった時にはね、ちょっとね、膝から崩れ落ちそうなぐらい嬉しかったです。まあ、そんな苦しい状況がありましたが、やってることは間違ってない。大橋君がね、当時、今、東京で立候補してる大橋君が、もう立花さんが何と言おうとも、僕は立花さんのポスターも貼ります、応援します、まあね、ありがたい、ブレーンというか、支援者がその時からいっぱいいましたので、心折れずにやってきました。松戸の選挙、今から5年前のね、11月選挙があって、ある程度の票が取れました、関さんっていう人が立候補してくれて、ね、初めて当選したのが4年前の船橋市っていうところです。この時はね、もう本当に、命、なんていうかな、死に物狂いでやりましたよ、12月ぐらいから4月まで、体中にね、10個ぐらい回路を貼り付けて、クーラー、暖房ももったいないから、貼り付けたそのまま、あの回路をね、貼り付けたまま、ジャンパーいっぱい着て寝て、朝起きて、駅前に立って、毎日10時間ぐらい駅前でね、1人あるいは2人ぐらいかな、ビラ配りしてました。まあ、ありがたいことに、これもね、朝からやってるとね、いろんな人がね、貢ぎ物っていうか、お供え物みたいに持ってきてくれるんですよ、寒いから。コーヒーとかお茶とか焼き芋とかおにぎりとかね、もちろん1000円とか5000円とか現金くれる人もいます。なんかもうね、僕が朝からずっと夜中までやってるから、なんかお地蔵さんみたいな感じで、感覚でね、お供え物をいただいたのがまだ4年前ですよ。で、船橋市で初めて当選をしました。まあ支援者の人と、まあ、党を立ち上げてからでもまだ2年経ってないんですよ。1年10ヶ月で政治家として第1号が誕生したんです。でそれからもまた当然紆余曲折がありましたよ、ね、東京都知事選挙に立候補するなんて言ったら、もううちのお母さんがめちゃくちゃ怒りましてね、お前せっかく当選したのにって言われましたけども、いやいや、船橋の市議会議員をいつまでもやってても先が見えないでしょ。 NHK ぶっ壊すことなんてできないじゃないですか。だから僕はあえてしんどい道を選んで、3年前にね、 NHK のスタジオで NHK をぶっ壊してやらせていただいたんですよ。でまたそれからまた選挙がまあ勝てなくて、勝てると思ってた大阪の茨城の選挙に負けてしまって、またお金がない。そんな中で毎月50万円も振り込んでいただけるような方もいらっしゃってですね、なんとかかんとか、それを乗り越えて、この尼崎の竹原、今ね、横で一生懸命チラシ配ってくれてますけども、竹原が当選して、竹原がね、僕にいっぱいお金を回してくれまして、あれがまだ2年前ですよ。ね、今ね、もうたった2年で、ある意味2年前まではもう会社倒産しなきゃいけないというか、この活動をやめなきゃ、こんにちは、やめなきゃいけない状態から、今ね、10日で1億円以上集まるんですよ。集まったんです、現に。恐ろしいぐらいになってます。だからこれ、僕さっきからクソ真面目なことしか言ってませんけど、まあまあゆっくりやりましょうっていうことです。確実に伸びてきてますから、うちの党は一から作り上げて、僕が NHK 辞めて14年、で今回の選挙もね、まあまあいろいろと言われてますよ。1議席も取れないって言われてます。まあ本当にそうなるかもしれません。これだけメディアがね、うちの党は泡沫だって言い続けてるから。
でもそれもこれも全部織り込み済みです。負けることに対して想定をせずに僕は戦いはしません。万が一負けても確実に NHK をぶっ壊す時間がかかるだけの話で、そんなのはやめるつもりがありません。だって市議会議員や区議会議員は確実に勝てることだけは間違いないからです。それは皆さんのお役に立つ仕事をこれまでもしてきたし、これからもしていくからですよ。我々には基本がしっかりあるから、ゆっくりやるだけです。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、しっかりとやってるからふざけれるんですよ。今日の夜もね、全国で不倫路上カーセックスを隠蔽している NHK をぶっ壊すって流れるんですよ。不倫ですよ、路上ですよ、カーセックスですよ。こんなことよく隠蔽してますよね。不倫路上カーセックスをしてる人を画面に出しておいて、でしれーっと不倫路上カーセックスをしてないと思われるキャスターに差し替えたんですよ。思われるだけで、あの人たちもしろとは言えませんけどね、やってるんでしょうね。カーセックスじゃないところでやってる可能性って結構高いんですよ。NHK のあの女の子たちって大体 NHK の職員に、まあ抱かれてるまで言うとそこまではいないけども、まあ、大体お尻や胸は触られてます。それをしないとすぐに首切られるからです。あのね、僕も和歌山でそういう仕事してましたけども、これ本当の話で、ラジオのね、FM ラジオの放送中、ずっと NHK の男性アナウンサーが女の子のお尻をずっと60分触り続けてるんですよ。こう嘘でも何でもないですよ。そういうことをしないと NHK には出れないんですよ、出演できないんですよ。東京に上がっていってる女の子たちね、だいたいプロダクションから行きます。そういうプロダクションの女の子もだいたい誰かの愛人ですから。もう嘘のような本当の話ですからね。僕はもう毎年そういうアナウンサーの女の子が地方から BS ニュースとかっていうのに上がってきます。そうすると上司とね、これ誰の女や、こいつ誰の女や、あ、何々局長のこれですわとか、そんな話を NHK の局内で普通にしてるんですよ。これ紅白歌合戦も全部そうですからね。紅白歌合戦の出場歌手を決めるのも金と女です。普通は国民の皆さんに投票してもらうことが真っ当でしょ。皆さんが紅白歌合戦で聴きたい曲や聴きたいアーティストを皆さんに募集をして、それこそ受信料を払っている人はお客様番号があるんだから、そのお客様番号を1個につき1票投票できればね、するようにすれば紅白歌合戦だって国民のみんなが選んだ出場歌手になるんでしょ。でも国民の声聞かないですよ。プロ野球のオールスターでもファン投票してるでしょ。 NHK それしないんですよ。全部お金と女を回してくれるプロダクションの言いなりだからです。今さらやめれない。そんなことをしているのが NHK で、僕はあの政見放送の担当もしてました。 NHK 代僕時代いろんな仕事をしてましたから、あの政見放送が NHK の編集権がないことまで全部調べてます。NHK のあの政見放送だけは放送禁止用語カットされないんですよ。セックスはいいんですけどね、おめこはダメらしいですわ。これはね、なんでなんでしょうね。あの後藤輝樹君がね、僕たちが生まれてくる場所を放送禁止用語にしなきゃいけない理由わからないって言ってましたけど、いや、それ NHK が決めてるんじゃないですよ。総務省が決めてる、選管が決めてるんですよ。こういうことも皆さんやっぱり知っていってもらった方が、その基準はどうやねんっていうと、まあどうも公序良俗に反するらしいです。女性器のことをまあ方言で言うとダメなんです。ただ、性交のことを英語で言ってもセーフっていう基準が、多分そんなの本に載ってないんでしょうけどね。だからまあまあ大体僕はあのセックスぐらいはいいやろうなと思ってて、あれ事前に実は NHK に原稿を送ってるんですよ。
原稿送ってるんですよ。あれ今回は送ってないですけど、前回の東京都知事の時は事前に原稿ファックスして問題ないかって NHK に言ったら選管に聞いてくれって言われて、で選管はセーフって言ったんです。用意周到でしょ。3年前に今回のリハーサルをしてるんです。僕は東京都知事選挙の時にね。で今回の選挙もこれは次の衆議院のための選挙なんです。もうそこを見てるんですよ。あのこの大阪から立候補してる尾崎っていうね、気持ちの悪いおっちゃんおるでしょ。どこ行ったんや尾崎。おーい尾崎、お母さんはいるけど本人おれへんな。おったおったおった、出てきた。このね尾崎くんっていうのがこんな汚い格好してるのにめっちゃ頭いいんですよこの人ね。でもういきなり種明かしするから、今回参議院は通れへんけど俺は衆議院で当選するんだって言って当選するんですよ。当選するです、まあ、その時は背広切るの。いや僕は今回の選挙であの最終日に4位に入るつもりでいますけどね。ああそれは無理です。頭おかしいでしょ。最終日に4位に入ると頭おかしなこと言ってるんで、入るつもりでいる。あそれはないと思うんですが、まあ、2年3ヶ月以内に衆議院選挙があります。で、僕は今回いろんな候補者を実は、公認をしてるんですが、国会議員選挙で、次で公認するって決めてるのは末永とこの尾崎ぐらいかな。まあ大学がねどこやったかな、早稲田っていうところで知ってますか皆さん。早稲田大学って都の西北早稲田の隣、バカだバカだっていう、あこでしょ。そんな歌じゃなかった。都の西北早稲田の隣の学校出てるんですよ。でなんか京都大学のなんかもうよう聞いても分かれへん、もう学歴がなんか半端ない。でもねこの人はもうまさにノーアル鷹は爪隠すタイプで、僕10年前から知ってるんですけど、まあ賢いっすわ。だこういうおっちゃんが選挙はもうめっちゃ弱いっすよ、見た目が悪いから。で見た目が悪いし正直に言うから選挙弱いんですよ。でも選挙と政治は全く違いますからね。選挙強いやつはろくでもないんですよ。暑い時にね盆踊りやってるんですよ。こうやって町民と一緒にハンジャガンジャンジャンジャンってやってるんですよ。頭おかしくなるって。選挙強いやつはもうね、平沢勝栄さんって今葛飾でいるんですけど、僕まあ同じ今葛飾区にいますけど、まあ葛飾区から出ませんわ。もうすべての町会とかの飲み会に行ってまあ気持ちいいぐらいビールつぎまくってますよ。仕事なんかできないんですよ、勉強する時間がないから。町会に顔出すことが仕事なんですよ。暑い時にね花火大会行ったり盆踊り行ったり、全部の盆踊りなんか行ってたら頭おかしくなりますよこの暑いのに。だから選挙と政治は違うんです。で尾崎は選挙に出たらもうこの格好やから煽っちゃうかと思うでしょ。真面目にせよとか思うじゃないですか。もう政治はできると思うんでね。だから今度の衆議院選挙は背広を切るんですか。え、まあ、代表が切ろうと言われれば。こういうのもね、尾崎がこのまま T シャツで行くのか背広スーツを着て選挙戦やるのかについては直接民主主義で決めます。皆さんの投票です。尾崎が真面目にスーツを着た方がいいっていう人が多ければスーツ、いやいや尾崎はいつまでたってもひげを生やして T シャツでねやれという声が多ければこのままの尾崎でいくと、これがね直接民主主義なんですよ。でまあ多分ね僕を支えてくれると思いますよ、賢いから。英語も喋れますよね。英語ぐらいはって言ってますからね。ただね唯一の欠点はね、おもろいこと言えないんですよ。見た目がおもろいだけでね、おもろいことを言う練習はあとね参議院まで衆議院までやってください。ただ衆議院でも政見放送ないじゃない。衆議院政見放送ありますよ、ブロックだから。あブロックはあるある、もちろん両方あります。小選挙区と、ブロックと両方あります。
小選挙区も政見放送あるんです。だから2%。これね、ちょっと今これ尾崎が知らないレベルだから皆さんにもう一度説明しますと、要は今 NHK から国民を守る党は、今もし衆議院選挙のダブルだとしたら、衆議院選挙に300万払って立候補しても政見放送はありませんね。衆議院というのはあのブロックっていうのがあるんです。全国比例はないんですけど、近畿ブロックっていうのがあって、ここでは28人が当選します。近畿2府6県で出れるんですが、これも28人当選する選挙には6人の候補者出さなきゃいけないんですよ。そうすると1人600万なので3600万に最低必要なんです。でも今回の選挙で 1.8%、 選挙区で 2% 取ればね、まあ、2% 超えれば、全国比例どっちかで 2% 超えれば、次の衆議院選挙は1人で立候補できるし、重複立候補もできるし、両方の政見放送に出れるんです、はい。だから大阪16区で出たら、大阪16区としての、彼に出たらですよ、16区としての政見放送にも出れるし、近畿比例ブロックの政見放送も多分ね9分か11分喋れるんですよ。だから1人で15分ぐらい喋れるんですよ、まあ、1人だけしか出なかった場合ね。これぐらい政党要求を満たすか満たさないかっていうのはね、大きく違います。2% の壁っていうのがすごくあって、今は諸派って書いてるでしょ、新聞。あの諸派が N 国党に変わるんですよ、次の衆議院は。だから僕はゆっくりゆっくりって言ってるんです。今回の選挙で我々が2議席取っても3議席取っても1議席取れば全然 OK なんです。変わらないんですよ。ところが1議席取ってしまうと、次の衆議院ではガーンって取ります。プラス5議席ぐらいは普通に取ります。これね、参議院選挙というのは、参議院というのは240人ぐらいしかいません。定数が今248やったかな、まあ、252ないんですよ。衆議院は465ぐらい、まあ、ほぼ倍いるんですよ。で、参議院は3年に1回しか改選しないから、実は参議院議員選挙の方が4倍ほど当選しづらいんです。参議院議員1議席取るのと衆議院議員4議席取るのはほぼイコールなんですよ。で、こういうことを僕は昔からずっと計算をして動いてきてます。で、それをやってるから今回尾崎が、あ、立花計算してやっとるなと。参議院は無理だけども、衆議院の近畿ブロックの1位にね、単独1位でやったら次当選するわ、これ分かるから尾崎は立候補を今回してるわけですよ。この 2% っていうのはどうやって取るかって言ったら、真面目なこと言ったらダメなんですよ。不倫路上カーセックス不倫路上カーセックスを隠蔽している NHK をぶっ壊すって言うとね、ちょっとあの辺歩いてる人見るでしょ。こんなもんなんですよ。世の中の人って不倫路上カーセックスとか、なんかそういう色恋は好きなんですよ。もう誰々が結婚したとか出産したって言ったら、すぐさーっとニュース引いていくでしょ。でもあの松井和代さんがなんか船越なんとかと、なんかもうなんや、あのなんや、チンチンが大きくなる薬飲んでる言うて、あんなんもうずっと引っ張るでしょ。みんな好きなんですよ、人の不幸話が。で、僕はその人の不幸話をうまく利用しながら真面目な話をちょい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 と入れていくんですよ。これが本当に賢い人がやることですよ。本当に変えようとしてる人がやる方法なんですよ。で、とにかくだから今回は 2% 取れればいいから、だから奇抜なことをしてるんです。ちなみに先月かな、まあ、先々月、まあ、先月6月堺市長選挙ありました。僕立候補してます。何パーセント取ったかって分かってる人どれぐらいいます？立花が取った票 5.1% 取ってます。堺市長選挙で 5.1% 取ってるんですよ、僕が。この維新が強い大阪でね、 5.1%。 もちろん候補者が3人しかいなかったっていうのもあるかもしれませんが、それでも 5.1% 取ってます。葛飾の区議会議員になるときには 1.6% しか取ってないんですよ。
1.6% で当選するんです。で、一番今回の統一選挙で得票率が低い人が世田谷の、栗原ってやつが 1.2% ぐらいしか取ってないんですよ。 1.2% でも通るんです。議席が50個あるから世田谷っていうところはね。で、参議院の全国比例も今回増えたんで 1.8% で当選できるんです。つまりクソ真面目なことを言うよりもちょっとふざけて目立った方が票は取れると僕は見てます。そこまで考えてます。で、何よりも楽しくなかったらダメでしょ。政治家がね、難しい顔してね、明るい未来を作るんだって怖い顔してたらね、いや、お前が暗いやないか、お前が怖いやないかでしょ。明るい未来を作るんだ、 NHK をベッカースってやったら、お、明るいと思うじゃないですか。この人はいつまでたっても明るいでって。明るい人が政治をしないとどんどん暗くなるんですよ。だから僕は底抜けに明るいまま、このまま政治家を NHK をぶっ壊すまでやろうと思ってますが、ちょっとね、横で真面目な尾崎が喋りたがってるので、若干、あ、じゃあ漫才形式でいきましょうか。なんで歯生えてないんですか。長いことね、ホームレス生活がちょっと長かったんで、15年ぐらいやってたんで、ね、なんで京大とか早稲田出てるのにホームレスしてるんですか。まあやっぱそれはいろいろ考えるところがあってですね、まあ、考えることがあって今回国会議員選挙に出ようと思った、そのまあまあ簡単にどういう、こう考えがあったんですか。それはやっぱり足立区議選の初日でやっぱりボランティアの人たちの質の高さを見て、これは絶対にいけると、まあ、もちろんその時間はかかるかもわかんないけども、既存の政党とは全く違うと。だってポスターを貼った人たちがポスター貼らせていただいてありがとうございましたとかって書いていくんですよ。それは僕結構10年ぐらい選挙見てたけど、そんな初めてなんで、やっぱ大体なんかもう俺が貼ってあったでみたいなばっかりなんで、まあ多分新しい選挙を見た、おそらくこれね、今尾崎が言ってるのは、今までは馬にまたがって刀を持って戦をしてたところが、鉄砲という武器が出たんですよ、できたんですよ。インターネットを使えばね、選挙は楽しく明るく元気よくできることが分かって、それを実践しているのを目の当たりにした。そうです。まあ、でもネットに関してはやっぱ政見放送に関しては今回のやっぱ参院選になって初めてなんかその凄さが分かったというか、この間だからそれこそ維新の2人のやつ行ったけど、まあおじいちゃんおばあちゃんがやっぱ120人ぐらい来てるわけじゃないですか。でも僕のその政見放送ってもう17万回とか見られてるでしょ。17万とその120人とかって桁がいくつ違うか分からないみたいな。そうね。それで言うとやっぱりその3年前の東京都知事選の時の政見放送がどれだけすごかったのかっていうのが、まあ、ようやくちょっと肌で分かってきたって感じですかね。ね、僕はこの尾崎がどうしても堺市長選に出ろって言うんで、いや彼のやっぱり軍師としてのね、僕が豊臣秀吉だとすれば黒田官兵衛だと思ってるんで、まあ、この人が出ろって言うんだったら結構シビアな、選挙にはシビアに見る人なんで、尾崎さんが出ろって言うんだったら出なあかんなというぐらいの感じで立候補しましたし、まあ、今回彼が立候補してくれていることがね、僕にとってはものすごい心強いです。